こんにちは。今回は留萌駅周辺の後編でございます。このようにね、木で押さえてあるのは、不法侵入者の予防なのか、まあ、風とかで、ね、吹っ飛んだのか。ここね、確か葬儀屋だか仏壇屋だったと思います。中の様子ね、軽く見て、これパソコンメーカーなんですかね。2階まであるんですけど、で急に雨が降ってきましたね。で看板が新しかったり、色は塗り替えられてるんですけれども、建物とか骨組み自体はね、おそらくもう 4,50 年は経ってるんだと思います。これカラオケ屋だったかな、カラオケ屋なんですけれども、なぜかこの臼、木ね、餅つきの道具がね、置いてあるんですよね。カラオケ屋の前、居酒屋かなんかだったんですかね。これですね、この書体はもう私の好物ですね。あと窓の形、なかなかね、言葉では説明するのは難しいんですけれども、これ限定なんですかね、留萌限定のスーパーなんでしょうか。非常にね、気になったので入ってみることにしました。動画にするとダメなんだよな、こういうの。これね、窓の形とこのレンガの枠とか、上へ行けないっぽいですね。でもこのアクリル板とかどうですか。今ないですよね、この。そうですね、まあ何回も同じこと言うんですけどね、ちょっと引き具合の窓ですよね。上下のこの補強しているところとかね、よく見てください。なんともね、表現のしようがない、このアクリル板の具合とか。これね、さっき言ってたスーパーの中なんですけれども、上へ行ける感じだったので、とりあえずまずね、上に行ってみることにしました。上に登っていくとですね、ちびっこ広場で使われていた道具が置いてあるんですよね。でその道具っていうのは何なんだろう。屋上、昔遊園地か遊び場があったってことなんですかね。でよく見てください、ここからね、駐車場につながってるんですけど、この矢印のお手洗い、駐車場、この書体とか色とか、ドアの具合と、このオレンジのアクリル、ね、昭和ですね。屋上、多分広場あったんですかね。どなたか知ってる方がいたら教えてください。この通りはサブイボでだ。建物の隙間っていうのもね、非常に魅力的なわけですよ。なぜかというとね、表からは見えないサビだったりね、配管の継ぎ目だったりとかね、なかなか表には出ない頑張りを見ることができる。この書体とネオンですかね、これボーリング屋なんですよね。2018年に閉店したらしくて、稚内とかにも支店があるって書いてましたね。中に入りたかったですけど、ちょっと遅かったみたいですね。でボーリングが2階と3階にあるって書いてあったかな。ですごい賑わってたみたいなんですけれどもね、やっぱり時代の影響で閉鎖されたようです。深川にもね、私の、お気に入りのボーリング場がありますね。で少し歩くとスナック街があるんですね。まさか何もないかなと思ったら、スナック街があったっていうね、そういう話なんですけれども、夜やってるんでしょうかね。で周り結構ね、解体された建物とかあったりします。これ貸し衣装屋さんなんです。でその隣が美容室で、向かいが写真屋ってことは、多分ここまとまって結婚式とかね、お祭りとかまとまって成人式とかね、できるんでしょうね、準備がね。これはね、北海道どこでも見られる形なんですけれども、留萌プラザっていうのがありまして、これもともとスーパーだったんですかね。八雲とかね、函館に長谷川ってあるんですけれども、それの留萌バージョンかななんて思って見てました。これ留萌駅のキハ54を見て、まあこんな感じで今日はおしまいです。